セクサさ、匂い、エレキじゃなくてアコギみたいなところだったけど、多分川村さんも私もコロナ禍でそれぞれがインプットした中で共通してる部分が無機質だったんですよね。家でリラックスするときに聴ける曲、表現したのがこの曲でした。トランペッターのドミニク・ファリナッチという方にお願いしてニューヨークの音を取ってもらって入れられたっていうのも、この時期だからこそ勇気が持ってた部分かなと思います。その川村さんがデモで作ったピアノっていうのは本当あの絶妙な部分で入ってくるとかリズムとか、それを表現してくれたバーチーと、その息災さんはこの曲にチャーミングな部分をピャンって入れてくれた。もうあそこを聴きたくて聴いてる。シェイカーみたいな音はコーヒー豆の瓶、コーヒー豆が入っている瓶を振りましたね。良かったもんね。そうっすね。どういうこと？思いましたやっぱり。どういうこと？なんかすげえかっこ悪い張り方してんな。このアーティストって。ゆったりとした気持ちに寄り添えるものになれてたら嬉しいです。では。